辰巳明のザ・演歌。人の情けやぬくもりをわかる男になれたとき、空に輝く星になる。愛する人への歌になる。感情爆発、背中のオーラを解き放って、拳を回せ、目力全開モード。君のハートを独り占め。今日も誰かが、今日も誰かが俺を呼んでる。演歌マン、ミスターマリモさんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、ね、今日もマリモさん の, この衣装が、ね、ちょっと派手派手で、いやすごいですね。いかにもこれからマジックします。そうでしょう。マジックをもちろん見せていただきますよ ね私の場合は衣装で勝負っていうことで、インパクトあるもん ねよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしま す、ね、で早速ですけど、はい、ぜひマジックを見たいと思いますが、はい、テレビ ね見てる方も、うん、ええ、マリモさん出てきたら、ね、ええ、手品1個ね見せてくれると思ってるよ。そうですか、はい、じゃあちょっとね、はい、じゃあ今日は何のマジックを見せていただきますか、そうしましたら、はい、風船なんかどうですか、あの手頃で。風船、うん、風船、僕は全然知らない。風船のマジックで、はい、あのどういうマジックかっていうと、普通ね、風船、あのね、私ここに風船があるんだけど、はい、普通ね風船言うとこうやってピューッと膨らまして、ピューッとなりますよね。そうですね、ところがここの口を縛らないと空気抜けちゃうじゃないですか、抜けちゃいますね。ところが、はい、マジックでまじないかけるとその空気が抜けないっていう、そういうマジックをね、そういうの見たかったですね。お願いします、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。まずね、これこうやって、まあ一応ちょっとね手を離しますよ、はい、ほら、あ、抜けない、縛ってないのに、縛ってないのに抜けないでしょ、抜けないね、どうなってるんですか、おかしいですよね、はい、でもこれはマジックですから、はい、当然あの空気抜けますよね、はい、あ、本当は、ああ、そう、というふうに抜けちゃう、あ、え、それがマジックです。いや、不思議で、マジックですから不思議で、でもね、こういうマジックです。ああ、膨らんだままだね、ありがとうございます。ありがとうございました。どうも失礼いたしました、ね、いつも後から知りたくなっちゃうね、こどんな、ね、仕掛けなんでしょうね、あのね、うん、私時々あのいろんなとこでもマジック見せるんですけど、これあのああいうなんですか、ボランティアで行くときにね、はい、
この風船のやつマジック種明かすんですよ。明かすんですか。ほんとみんなね喜ぶんですけどね、今日は内緒ですよ。内緒ですよね、はい、テレビで言っちゃうとね、はい、ありました、はい、ありがとうございます。いや、ね、そんなねマリモさんなんですが、新しい、ね、曲、新曲が発表されるということで、ね、先生に作っていただきましたから、今度はね、永遠のラブソング、永遠のラブソング、ね、スケール大きいでしょ、どんな曲なんですかね。やっぱりマリモさんのね、はい、このスケール感もね、いい声でね、こういう、それをイメージしたから、もう愛のね、もうなんちゅうの、もう永遠にっていう二人の幸せをね、はい、こう願うやつ、ね、願うやつなんだ。ね、この世の中でね、あんまり会う機会ないじゃないですか。本当にしっくりするね、出会いということですね、うん、ちょっと違う、はい、あの時間がずれるだけで会えないけどね、はい、でもそれがあって、うん、その運命 ね運命があって、そうなの。もう普通だったらすれ違ってしまうところが、はい、そのね、世界中の中からさ、二人だけがこう出会うという、だからその永遠にね、その ラブソングっていうか、永遠にその愛を紡ぎましょうっていうような、はい、そうです。歌をね、歌、はい、あの作っていただいて、そうですね、ありがたいです。奇跡を、はい、愛の奇跡ですね。どのように歌えるか先生楽しみに心配です。いや、楽しみにしています。またよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。それではミスターマリモさんに歌っていただきましょう。白い霞草。Thank you.
仕方ないじゃないの。¡Gracias!
人の心は温かいものですね。何よりも何よりも嬉しいものですね。まだ誰もいない静かな部屋の窓辺に香る花びらの一枚一枚あなたの優しさが
は沈む太陽だから涙に濡れた恋の季節なの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 。冷や酒飲んで焼いたサンマに大根おろしどこかに照れず男の生き様に旬のうまさとほろ苦さ酒とサンマと秋の月線路に続く北の駅あの日の夢に戻りたい心の奇跡が泣いている心の奇跡が今更思う熱い目頭煙のせいと酔ったふりして不器用なバカを言う散々重ねた親不孝酒とサンマと秋の月見送る列車に頑張れと無口な親父窓の雪心の奇跡が泣いている心の奇跡が辰巳明ボーカルレッスンカラオケ教室のお知らせです。はい、そうですね、以前ね、カラオケ教室いっぱいやってた時期があってね。あ、そうですね、いろんな、はい、会館借りたりしてね、たくさんいらっしゃったの生徒さんね、はい、ああいう時よかったね、今楽しかったなと思って楽しかったですね。最近はちょっと忙しがってね、えでも今もうちのグレイスバードのね皆様は歌手の方ね、はい、発売前はレッスンしたりね、してるから、はい、じゃあプロの方もレッスンされますし、そうなの、
で一般のね、一般の今今回これから募集しようと思って、はいね、一般の方、それからあのプロを目指す方、プロ養成をしたいなと、うん、こういつも思っておりましてね。そうですね、そうなのよ、やっぱりね、うん、基本が大事なわけ歌。あ、そうですよね、うん、発声の練習から、そう、発声の練習、はい、いろんなのがあるでしょ、そう、ね、基本ができてるとあのそのテクニックが いろんなのが使えるようになるわけ。そうですね、それをね、うん、基本がないままにこのテクニックに走ろうとすると歌が崩れちゃうという。あ、後々ね、うん、支障が来るという形ですね。そうなの、だからまずはしっかりとね基本を、ただしっかりと言ってもだから一般の皆さん向けにやってるので、ええ、あの決して僕厳しくないから、時々に厳しい先生あるんだって、うん、あ、そうなんですか、つねられたりね、つねられる、いろんな先生あるらしいよ、うん、怖い先生もあるらしいけど、僕は優しいので ね、 あのどなたにも分かりやすく丁寧に教えいたします。私もね、辰巳さんから、はいはい、レッスンを、ね、受けたことがあるんですよ。そうですね、発声の練習、ね、レッスンを受けて、うん、そうですね、とても分かりやすくね。あ、そうですか、はい、まあ、僕自身がね、うん、いろんな先生にこう巡り合って、うん、教えていただいたの、ええ、例えば伊藤幸彦先生とかね、うん、そういった先生とかも他にもいっぱいいろんな有名な先生たちにもこうお会いするたびにね教えていただいて、ええ、五木さんからもねいろんなアドバイスいただいたり、そうですね、そういうのがね全部が集まって一つの自分の歌唱理論ができているから、はい、それを皆さんにお伝えしたいと思っております。はい、はい、ぜひご応募ください、はい、よろしくお願いいたします。出てくる男は背中